はい、こんにちは、カパパです。今日はね、大好きな北八に来てます。白駒を出て、で高見石、そして白駒の池をくるっと回ってね、また戻ってきたいと思います。では行ってきます。はい、それでは簡単にコースをご案内します。白駒の池を起点に反時計回りで歩きます。駐車場出発、白駒池を左に見ながら高見石に登ります。続いて中山展望台を目指します。中山で朝ごはんを食べたら丹生まで稜線を歩きます。丹生を登った後は白駒池に下ります。白駒池で苔の森を堪能したら駐車場へと戻ります。1周8キロ7時間の山旅に出発です。はい、約10ヶ月ぶりの白駒池です。いや、いいね、綺麗だね。はい、こっち行くとね、ニューで、こっち行くと高見石です。はい、この看板も2度目だね。高見の森、古瀬高杉ボケ、コケ丸が可愛いね、これ。はい、まだまだね、コケむした平たいとこ歩いてるんですけど、まあ、高見石小屋に近づくにつれてググッと高度が上がってきます。でもね、今5時20分ぐらいなんですけど、はっきり言ってね、めちゃくちゃ気持ちいいね。あのね、半端じゃなく気持ちいい。空気の澄み具合、あとこの空気の冷たさね、こう肺がね、ドライになる感じがする。これ何？塩コンテート。これが噂の、うん、全米が熱狂してるという。そう、全米泣いちゃうのよ。
高見石小屋ですね。まあ、ほぼねコースタイム通り来ました。いやーでもね、朝涼しいからもう汗なんかかかないよね。はーい、テントの方いらっしゃいますね。もうすぐてっぺんだ。おお、よいしょ、じゃん。いやいや、いやー、浅間山立科がちょっと映ってるところだ。はい、はい、いやいや、よかったね、うん、早朝の高見石も、うん、はい、それではね中山に向かいましょう。はい、おこちゃん、おこちゃんって結構人気もんだよね。中山展望台ですね。おお、風が強い。ここがね中山展望台って言いましてね、もう僕はね前来たの2018年の10月の終わりかな。ね、槍ヶ岳登った次の週かな、約2年半ぶりぐらいですね。はい、こんな感じのね岩のゴツゴツした、まあ、展望台というか、まあ、ガレた山頂みたいな感じなんですけど、はい、目の前の山がね、まあ、言わずと知れた天狗岳ですね。左側が東天狗、右側西天狗ですね。はい、じゃあね、ここから、ニュー経由で白駒に降ります。じゃあまずね、こ
から来て10分ぐらいで、中山の分岐か、ね、行きたいと思います。茨城弁で言うとね、どこだべねっていうどこにあんだは違うんだよ。それは茂木のあたりの言葉で、あ、これだあれ、俺さ、過去何回も通ってっけどさ、あれ、ふい、はい、反対が出ました。イエーイ、やっとおお、ここはこれが噂の天国バイパスだね。いやね、美味しかった。あのセブンイレブンのね、おにぎりセットって、まあ、ちょっとしたおかずが入ってるんで、まあ、重宝してるんですけど、なんかね、唐揚げがね、こう2個ついてるんですけど、その唐揚げの味がね、ちょっと宇都宮で買うやつと違うのね。で、買うままもね、あれこれ美味しいねなんて言ってたら、よくパッケージ見たら山賊焼きって書いてあった。山賊焼きってあの長野の名物ですよね。いや、本当美味しかった。うん、はい、ということでございまして、中山の分岐ですね。で、そこまで行ったらニュー方面に、ね、降りていきたいと思います。はい、分岐ですね。はい、はい、こっち行くとね、中山峠です。あの黒色ヒッテの方に降りられます。まあ、行こうと思えばね、30分もあれば黒色ヒッテ行けるんですけど、まだ8時半だしねなんか食べたいとも思わないんで、はい、こっちですね。ほら、展望が開きました。おお、いや、しんどい登り。あららら、そうだよね、ここ来たことあるよね。はい、こうやって見るとね、よくわかると思うんですけど、正面がね、天狗です。で、こちらがね、東天狗で、右側が西天狗で、東天狗はね、荒々しい感じで、西天狗はもうポコッとまん丸い感じですね。でね、まあ、向こう行くとね、あれが硫黄の爆裂かな。うん、おお、乳が見えた。どれ、久しぶりだな。うい、あれがニューですさて、はい、ニューのね、山頂の取り付きに出ました。おお、雲海だね。さあ、あそこ行くよ。さあ、株ママアタックだね。
はい、ここからね白駒池まで降りるんですけど、まあ、基本こんな下りで、でしかももうちょっと下がるとね今度巨石をまたいでいくようなんで、ちょっとビデオ止めます。ほい、はい、森シリーズ看板ニューの森ミヤマクサコッケ、ねえすごいよねこの苔の文化ね。日本人はねほんと苔の文化があるっていうのは素晴らしいことでね、それがねね、こういう森を大事にするんだよね。だからやっぱりねあのもののけ姫みたいな、ね、話がねおそらく日本全国あると思いますよ。だってこういう風景っていうのは北八だけじゃないもんね、ほんと宝物だよね。はいね、はい、はい、白駒のほとりにやっと着きました。こっち行くとね白駒荘で、でこっち行くとね池 の、 あの朝回ってこなかった東側ですね、生態荘の方にぐるーっと回ります。で僕らねこっち回って帰りたいと思います。はい、出ました、もののけの森だよね。ね、俺は何回かここで小玉見たもん。あれはあの小玉の巣だよ、大きいのは大人の小玉。はい、分岐ですね。これ東屋の方に行くと、野鳥高原の方行きます。でこっちね白駒の駐車場の方に戻ってきます。懐かしいな。はい、ここね生態荘の天場です。うちのテントはねダノップの VS30 っていう3人用なんで、ちっちゃいサイズだとダメなんですよ。でね去年の8月だけかな9月、ちょっとこの場所に張ったんですね。はい、大体ねここ朝4時40分出たんですけど7時間歩いてたんだね。まだね11時36分ということでございまして、今日ね、北八白駒の池を中心に、中山展望台を回って、まあ、ニューに登って帰ってきました。最後までご視聴ありがとうございました。カババでした。